モトローラ MC68030 マイクロプロセッサ MC68030 は1987年にモトローラがリリースした M68000 ファミリーに属する32ビットマイクロプロセッサ68020の後継でありその系統は68040に受け継がれた基本的には MC68020 の構造を継承する ダイナミックバスサイジング機能によるデータバス8.1632ビット、アドレスバス32ビットの典型的なシスク、アーキテクチャに基づく32ビットプロセッサである。ソートランジスタ数は約30万、MOS と CMOS を組み合わせたハック MOS プロセスで製造され、ピングリッドアレパッケージ版とセラミック、表面実装パッケージ版が提供された。 MC68020 に対する主な変更点は以下の通り。これらの大改良に加え、内部処理の並列度の向上などの改良もあって、同一動作クロックの MC68020 と比較して高速化が実現され、合わせて、無統合や製造プロセスの縮小による消費電力の低減、パッケージサイズの縮小、それにバスインターフェースの改善によって、 システムの製造コスト低減も実現している。命令の実行クロック数は常時算で、数十クロックを要するものが存在する。コプロセッサとしては、不動省数点ユニットの MC68881、あるいはその高速版である MC68882 を専用のコプロセッサバスに接続して、使用可能である。なお、運務のサポートを省略した。 低価格版の 68EC030 もリリースされ、こちらはピングリッドアレパッケージがセラミックではなく廉価なプラスチック製となっていた。また MC68030 については動作クロック周波数は 16.2025.3033.4050MHz の7種が提供されたが、68EC030 は 40MHz までとなっており、 低価格版ゆえに差別化が図られていた。この記事は2008年11月1日まで GFDL バージョン1.3以降の再ライセンス規約に基づいていたフリーオンラインディクショナリーオブコンピューティングにある項目の資料が元になっている。ありがとうございます。